こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。毎日暑い日が続きますね。皆さん体調大丈夫でしょうか？私はまたバテ気味でございます。つらい。冷たいお水とアイスコーヒーを飲んでなんとか乗り切っています。はい、そんな暑い毎日ですけれども、ドッカンバトルでは先日の生配信で伝説降臨のガシャを回し、こちらの新 LR 合体ザマスゲットすることができました。本当に嬉しいです。生配信ご視聴くださった皆さん、そしてコメント欄で応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。生配信見れなかったという方はアーカイブがありますので、ぜひ見てやってください。生配信ならではのトラブル、アクシデントも起こったりして、なかなかのすごいガシャになってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、今日はですね、こちらの合体ザマスを使って極限スーパーバトルロードに挑戦していきたいと思いますが、その前に潜在能力解放をやっていきます。はい、技上げはできましたので、はい、 55% ですけれども、潜在能力解放してスキル玉をつけていきたいと思います。銅枠はディフェンスの5をつけます。そして銀枠は電撃の5をつけたいと思いますこれでかなり強さがアップするんじゃないかなと思います。はい、それでは極限スーパーバトルロード、時空を超えし者のみ挑戦か、こちらのステージをやっていきたいと思います。はい、パーリーはこちらでやってみます。リーダーはもちろん新 LR 合体ザマス、そしてフレンド3枠も新 LR 合体ザマスお借りします。そしてサポートメモリー、こちらは神事件の味方全員のアタックとディフェンス 10% アップというのがあるので、こちらを使ってみたいと思います。それでは極限スーパーバトルロード、時空を超えし者のみ挑戦かやっていきたいと思います。今回は1戦目から、はい、全部見ていただきたいと思います。はい、サポートメモリー、これね、私初めて使うんですよ。今回こういう感じなんだね。かっこいいですね。はい、そしてまず3人はもう合体ザマスが2人とも来てますね。はい、じゃあハイヤーを使って軽減していきましょう。 LR 合体ザマスはパッシブスキルでダメージ軽減 20% というのがあるので、ディフェンスもかなり期待できるんじゃないかなと思うんですけれども、どんな感じでしょうか。楽しみです。2体とも超必殺が打てますね。うん、あー、でもいい感じですかね。おー、来た、かっこいいうわー、おー、あ、これは追撃必殺ですね。うん、かっこいいね。赤いですね。はい、すごいね。ミイラくん倒しましたね、一人で。おー、これはすごい。はい、ブラック。こちらのブラックもかなり強い。そしてね、必殺味入れてくれるんだよね、これ。はい、そして私の合体ザマスはどうかな？かっこいいです。おー、強い強い。強いよね。はい、そして追撃の必殺。うわー、すごいもうほぼね、ドラキュラマンやっつけましたね。すごい。はい、じゃあ2ターン目ですね。今度はゴアスザマス、そして LR チロゼ、そしてソクロゼですね。はい、こちらのゴアスエンドザマスも必殺封じ入れてくれるので、ちょっと1番目に持ってきてみますね。どうなるだろう。回避もあるので、ちょっとそれ期待ですね。あー、どうかな。あ、よかったー。おー、えらい。えらいよ。このゴアスエンドザマスだけ唯一長径を入れてるんですけれども、どうだろうね。
でも必殺封じと回避があれば大丈夫だと思うんだけどな。いいね、ちゃんと避けてくれました。このロゼはね、ザマスがガシって掴むところが面白いんですよね。相手によってなんか見え方が違うんですよね。はい、そしてソクロゼが、うわーはい、ドラキュラマンやっつけましたよ。そして次のターンでソクのザマスが合体ですね。こちらも合体ザマスになりました。このね、ソクのザマスもダメージ軽減持ってるんですよね。だからこのターンはちょっとサポートアイテムなしでやってみちゃおうかなと思います。多分エルバール知能合体ザマスでやっつけてくれるんじゃないかな、アックマンは、と思ったりするけど、どうだろう。何回見てもかっこいい。おお、そうだよね、必殺が追撃だから、これでいける？いけたかな？あ、いけたね。やった。はい、ブラック。おー、いいね、いいね。必殺封じなので安心。蹴ってます。絶対のイカ槌、こちらも。はい、やりました。これで1戦目勝てました。かなり早いんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。はい、それでは2戦目行ってみましょう。同じような感じで行ってくれるといいんだけどな。はい、サポートメモリー発動。2戦目の敵は3人。この方たちはね、誰なんだろう、わかんないけど、サポートアイテムね、使っていかないとなんだけど、どれがいいかな。 HP はまだ大丈夫かな。ハイヤードラゴンにしましょう。うん、さっきの感じだともう新しい合体ザマスは問題ないような気がする。今回は敵もね、こっちが得意属性になる感じなので、うん、大丈夫かな。この極限スーパーバトルロードとかね、バトルも今度生配信でやってみたいんですよね。でも私かなり悩みながらいつもやってるので、生配信で果たしてできるのかっていうのが心配ですけれども、見に来てくださる皆さんに教えてもらいながらやっていけたらなと思ってますので、皆さんぜひその時は助けに来てくださいね。お願いします。私は生配信始めたばかりで、まだトータルで5回くらいしかできていないので、毎回ね、すごい緊張するんですよ、始めるとき。始めてしまえばまあ大丈夫になってくるんですけども、すごいね、ドキ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 してます、始める前。はい、今日もちゃんとできるかなとかすごい心配なんですけれども、いつもねコメントしてくださる皆さんとかに助けられている感じですね。本当にね、皆さんいつもありがとうございます。動画見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。はい、ということで2ターン目に来ましたね。はい、さすがに2戦目は敵が手強いですね。 HP もだいぶ減ったので、蛇姫で回復していきます。なかなか厳しいかな。はい、でも超必殺で追撃のね、必殺も出しながらいけるといいんだけどな。まあでもこのパーリーはね、すごい楽しいですね。私ザマス大好きだし、まあ、合体ザマスがね、一番ザマス系では好きなキャラなんですけども、ブラック、ロゼもかっこいいですしね。うわぁ。なんかもうゾクゾクする感じ。まあ私ね、ド S ド S 言われてますが、まあ実際のところは、M 気もちょっともしかしたらあるのかなって、ちょっとザマスを見てるとね、思う。
まあ人は多分二面性あるかな、両方持ってると思うんですよ私もみんなと一緒かな多分。そういえば私、極系のキャラってね、そんなに好きなキャラいないんですけども、このね、ブラックと合体ザマスは本当に好きなんですよね。まあもともと神様、神だからね、ザマスが長系なんで、そういうところが多分惹かれるところなんだろうなと思う自分で。はい、3ターン目に来ましたね。もうサポートアイテムの効力切れてますけれども、なんとかいけるんじゃないかなって感じがするので、このままやっちゃいたいと思います。はい、もうこの3人にかけるかなりみんな強いからね。っていうかもうこの新 LR 合体ザマスがいてくれると、なんだろう、すごい安心感があるね。やっぱりめちゃめちゃもう強いっていうのが分かってるので、よかったなー。でもほんとゲットできて嬉しすぎるなー。これはもう、これはいた方がいいよねでもね、なかなかこうガシャで出てこない方もいっぱいいると思うので、なかなかこうフレンドさん、ゲストさんでね、お借りするっていう感じになっちゃう方も多いと思うけど、これはもう使ってみたらすごいよね、魅力が。ザマス苦手な方もいらっしゃると思うけど、もしかしたらこれを見て好きになったりしないかななってくれたらいいなーなんて私的には思っていたりしますが。はい、4ターン目に来ちゃいましたが、もうあとちょっとだから、これできっといける。絶対いけるね。もう絶対的だね、これは。おお、すごい。わあ、もうかっこいいよ。かっこいいよ。はい、いけました。これで2戦目もクリアできました。極限スーパーバトルロード、私毎回かなり苦戦してやってるので、これはね、結構早く進んでいる方ですね、私にしては。ではでは最終ステージやっていきましょう。はい、これで終わると思うとすっごく嬉しいです終わるかな、わかんないけど。はい、じゃあもう最後なんで、アイテムもね、惜しまず使っていきます。ウィスさん使って、最終ステージ敵が4人、なんか緑の人ばかりなんだね。すごいね、これは。こちらも緑の人が多いからね。さあ、どっちが勝つでしょうかこっちの方が絶対的に強そう。私なんかね、緑の顔の人がね、好きみたいなんですよね。ピッコロさんも好きだしね、ザマスも好きだし、まあでもこの敵たちは別に好きじゃないから色関係ないのかな。だね。しかもなんか相手似てるんで、ちょっと誰が誰だかちょっとわかりませんが。はい、必殺封じ入れてくれますね、ザマス、さすが。あんまり避けないね毎回避けてくれたらいいのに。まあそういうわけにもいかないか。はい、ブラックも必殺封じ入れてくれます。もうなんかスーパーバトルロードとかは必殺封じのキャラが重要になってくるんですよね。必殺封じと気絶を取ってくれるキャラを入れるといいよって教えていただいたりしましたね。だからそれは意識的にするようにしてるんですけども、なかなか本当にバトルって難しいなって思います。はい、では2ターン目来たので、ちょっとね HP 減りすぎだったので、はっちゃんで回復していきます。もしかしてこのターンでドッカンモード来るかもしれませんね。属性木玉取った、来たかもしれない。これはもう新 LR 合体ザマスで来たー。行くぞ。はいはい、ゆっくりめでよかった。
行くぞ。はい、これで全体攻撃なのでどのくらい行くかな。あー、もう最高。どうだ。おー、すごい。600万。そして終わり。あ、すごい、全部倒してくれました。すごい、やりましたね。かっこいいですね。ドッカンモードもすごいですね。今回合体ザマス LR アクティブスキルはちょっと発動できませんでしたけれども、いやー、よかった。すごい、すごかったですね最後。はい、というわけで極限スーパーバトルロード時空を超えし者のみ挑戦か、新 LR 合体ザマスリーダーでクリアすることができました。嬉しいです。それでは長い時間ご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。チャンネル登録もよろしくお願いします。